こんにちは、潜伏屋宗介の中村です。今回はこちらのプティバッグ、小ぶりで、可愛くてね、人気の高いバッグです。こちらの方のご紹介の方をしていきたいと思います。でプティバッグの方、潜伏屋宗介のホームページの方にも掲載の方しています。今回はさらに写真やテキストに加えて動画の方でより分かりやすくご紹介できるように比較等を含めてお話をしていきたいと思います。まずはサイズの方、こちらの比較の方からやっていきたいと思います。バッグの比較で、一番イメージしやすいかなと思うのがこちらの利休バッグ、これだとね、大きさのイメージがしやすいのではないかなということでご用意しました。で見ていただくと、こちらの利休バッグとプティバッグ横に並べてみます。これだけサイズの方が変わっていきます。なかなかこうしてみるとちっちゃいのが分かるかと思うんです。それにプラスしてちょっとこれを前に、大体一回りから二回りは、サイズの方としては、小ぶりになっているのがプティバッグになってきます。そしてマチの方ですね、こちらを見ていただくとマチはそれほど、変わりはなく、横幅はしっかりとある大きさになってきます。ところで、はい、この両サイドに、ポケットがどちらもあると思うんですけれども、プティバッグの方はちょっと厚みといいますか、幅がありますよね。そうですね、この利休バッグに関しても利休バッグも両サイドこちらですね、ここに、ポケットがついてます。ですので例えばスマホであったりとか、例えば定期券、IC カードなんかをこう入れていただけるスペースはあります。で、プティバッグに関してはもう少し幅の方、マチの方を広げてますので、もう少し厚みのあるものも入れやすくなってくると思います。あとこの上の方にはマグネットで留まるようになっているので、外に出にくくなるかなという作りになっています。それではこちらのプティバッグ、実際に中の方を見ていきたいと思います。こちらのプティバッグのファスナーですが、ダブルファスナーになってます。ですのでこうして両サイドに開けることが可能になります。それで、このバッグを持ってね、入れる方少ないかもなのですが、大きさを比較するためにペットボトルの方を入れてみたいと思います。こちらが350のペットボトルですね。これを入れてみます。で、ペットボトルを入れた状態でこれだけのスペースの方が空いてます。お出かけされる際には、お財布であったりとか、もちろんスマホであったりとか、あとお化粧品なんかもね、入れられると思いますが、それでも、これだけねスペースの方は空いてきます。それと、この中にはこの片側、こちらには3箇所ポケットの方をつけています。革のポケット2箇所とレイヤーのポケット、少し大きなサイズですね、こちらが3箇所ついてます。そして、プティバッグ、もう一つの特徴は、この革ですね、この革と同じ色、同じ素材でこちらの紐の方をご用意しています。サイドに D 缶の方、こちらにつけてますので2箇所つけていただいて 2way のバッグとして使っていただくことができます。しかもこれあれですね、ショルダーの紐が穴が開けてあるタイプじゃなくて、こうスライド式になっているので、結構微妙な調整ができるので女性にはとてもありがたい。こういうことですよね。そうなんです。結構身長が大きい方とか逆に小さい方だと、その穴、ベルトの穴みたいな形のものだと、微妙に長かったり微妙に短かったりするので、ポンポンポンとこう穴開いてるタイプですよね。あれだったら調節できないんで、自分でこう穴を開けないととか、開けたことあるそういうこともあるので、これだったら本当にそうなんですよ、調節は自由ですよね。これは本当にどんな方でも好きな長さにできるので、使い勝手は抜群だと思います。
肩から下げても斜め掛けしても可愛いですし、もちろん外して手で持ってもらっても可愛いバッグになります。今回はこちらのプティバッグのご紹介の方をしました。まあ、いろいろな、ね、バッグであったり他の小物、動画でまたご紹介したいなとも思いますし、またご質問等、ありましたら、そちらの方にもお答えの方をしていきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。